ワン、ツー、スリー、フォーでーす。シェニシキンマッシュでーす。おいー、僕が一人で撮るといえば何やと思います？そうなんです、歌です。僕ね、まあ、一応フォーカードのメンバーの中でもね、まあ、歌を得意とさせていただいてるんですけれどもね、今日は一人で撮ろうかっていう気分やったんでね、歌のね得意な僕がホストのね流行りのラストソングベスト3今から歌っていきたいと思います。選曲の方なんですけれどもね、僕の個人的な意見になっちゃう可能性もあるんですけど、まあ僕とかね、僕の周りとかで流行ってるなって思った3曲をねベスト3として紹介させていただきたいと思います。まあね、最近正直ね、もう遅刻気味やったりとかね、休んじゃったりすることもあったんでね、まあ今回ちょっと頑張っちゃおうかなということで、はい、それでは流行りのラストソングベスト3まで3、2、1、ぴょっ、ぴょっ、ちょっとね、ちょっとチョリさんはやってみます。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。まずはね、第3位からいきます。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ、僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。誰に夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。誰に夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった一人の、生まれてきて、分かってよ、分かってよ、分かってよ。誰に夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。誰に夢が叶ったの、誰愛してる。はい、ベスト3です。はい、まずね、この曲なんですけれども、まあ一応ね、女性の曲なんですけれども、なんですかね、逆に僕目線じゃなくて、ホストからの目線じゃなくて、このべっぴん様からの目線を歌って、こうべっぴん様が感動するっていうことはありました、僕が見てて。はい、実際片思いを歌ってる M さんなんですけれどもね、本当に女性からもね人気がめちゃくちゃあって、この曲は一応3位という形にさせていただきます。2個下げてます。次はこんな感じです。はい、次行きましょう。はい、続いてね、第2位です。これほんまに多いですよ、ほんまに多いです。もう聞いててください、もうあーってなります。逆に悲しそうにうつむくの、まぶしいもと青い空なのに、いつからだろう君と手をつないでも、握り返してはくれないんだね。何を言えたなら、あの日に帰れるの。胸を埋め尽くす不安だけが、泣いても泣いても消えてくれないの。I love you, I love you, I need you。 ずっと愛されたいあの頃のように叶わない。
願いでもこの気持ちはいつもそうその胸に届いていますか。 I love you I love you I need you どうして僕の心だけ奪ったまま叶わない願いならさよならを告げて どうか I love you I love you I need you ずっと愛されたいあの頃はいつもそうその胸に届いていますか。 I love you I love you I need you どうして僕の心だけ奪ったまま叶わない願いならさよならを告げて。はい、というわけでね、こちらがもう本当にみんな歌ってます。マジでもうホストやったら誰しも一回は歌ったことあるラストソング。女の子も歌われてめちゃくちゃ嬉しい。女の子もめっちゃ聴いてるしね。これ原曲聴いてね、ちょっと歌うにはね厳しかったんですけど、本当にこれ絶対みんな歌ってます。ベスト2でした。はい、それではね、いよいよナンバー1です。これはホストのラストソングの定番っていうよりかはもう全体的にもう僕も歌えますし、ね、めちゃくちゃいいです。本当にもうこの人たちの年といっても過言ではなかった。聴いてください。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったんだら、つかみはそれでバッチリ OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでの大デストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして手を握って、ほらここで君が笑うし見どころなんだからさ。ああ写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう。とりあえず今のところはきっと10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてなんのに、こんな安月給でもキャパオーバー。きっと情けない、どうかそばにいてエンドロールなんてもう作りたくもないから、ランクアップがいつなのか僕らには決められない。だから風に吹かれていこう。フィルムは用意したよ、一生分の長さをざっと115万キロ。ほ
こで君が笑うシーンが見どころなんだからさ、ああ写真にも写せやしない、とても些細なその仕草にどんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる、どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう、さあこれから生まれる名場面を探しに行こうよ、酸いも甘いも寄り添う一緒に味わおう、フィルムがなくなるまで、撮影を続けよう、この命ある限り。はい、ということでね、ナンバーワンにね、輝きましたのは、プリテンダーとかね、ほんといろんな、今ヒットしてる曲をね、出してる、ヒゲダンさんの115万キロのフィルム。これめちゃくちゃ良くないですか？これ歌ってない人は損してると思う。ポスト絶対出すテーマにしましょう、これ。なんでね、この曲をナンバーワンにしたかって言ったら、まあ、ヒゲダンさんほんとプリテンダーはあるじゃないですか。でもプリテンダーはあんまりグッバイじゃないですか。グッバイなんですよ、ほんとに。でもこの曲は、今から思い出を作っていって、まあ、ポストと、まあ、ベッピ姫様とね、共にこう、輝かしい未来の思い出を作っていこう、みたいな。ほんとラストソングに。ぴったりの歌なんで、絶対もベッピ姫様喜んでくれます。本当にこれはおすすめしたいです。歌ってください。本当にみんなに人気でした。以上、ホストの流行りのラストソングベスト3でした。ありがとうございました。頑張ります。遅刻せずに行きます。